フェリーペデヘス・スカルデロニーの放射は、メキシコの政治家、同国大統領、国民行動党党首などを歴任した。2006年7月2日の大統領選挙において、ライバルである民主革命党のアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールを激戦の末に微妙な表差で破り、同年12月1日より大統領に就任した。2006年に就任以来、 アメリカ合衆国の捜査当局と協調しながら、麻薬の密造、密輸組織の撲滅に全力を挙げている。密輸組織側は、強硬姿勢に対し実力行使で反撃しており、2007年以降、数千人の死者を出す状態となっている。大統領側も、行政や警察組織を総動員し、密売組織からの強括、癒着により行政機能しない場合には、 警察幹部や州知事すらも逮捕するという不退転の姿勢で臨み、軍隊の投入も各都市で行われている。アメリカとの共同作戦だけでも、2009年2月までに麻薬組織の幹部級を含めた約750人を逮捕、マネーロンダリングを試みた、現金約5900万ドル、コカイン12000キロ、覚醒剤544キロ、 MDMA130 万条などが押収されるという成果を収める一方、軍や警察官の殺害が相次ぐほか、2009年8月には大統領暗殺計画が発覚するなど自らの命を危険にさらす大きな代償も払っている。ありがとうございます。